ロータス63は、ロータスが1969年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。コーリン・チャップマンとモーリス・フィリップによって設計された4輪駆動の実験的なマシンであった。チャップマンの考えは、ロータス49のシンプルさを維持した車を作り出すことで、1966年に導入された3リッターエンジンが、その力を、 最大限に活用できるだろうということであった。モータースポーツ史上得意なタービン車の一台としても知られるインディ500用のロータス56と同様に当社は四輪駆動である。四輪駆動のフォーミュラカーは1961年にオールトンパークで優勝したガーガソン P99 等といった存在があるので取り立てて斬新あるいは新規なアイディアというわけではない。 しかしその一方で、そう大きく開発が進んだり広まったりしたわけでもなく、成功し定着した設計というわけでもなかった。実際、四輪駆動車による、会一世界選手権でのポイントは、ジョニーセルボイコールギャバンが1969年、カナダグランプリで6位に入賞した、マトライム s 8 4によるものが、唯一の獲得であって、 ロータス・マクラー・レンコスワースのいずれも四輪駆動車で、ポイントは獲得できていなかった。63は49の進化型であったが、ウェッジ型の車体後部と一体化したウィングを特徴としており、それらは後にロータス72で、大きな効果を発揮した。プラクティスで63をドライブするグラハムヒル、1969年、オランダグランプリマリオ・アンドレッティのドライブする63。 1969年、ドイツグランプリロータスのサードドライバー、ジョン・マイルズは、マシンの開発を託されていたが、グラハム・ヒルとヨヘン・リントは1969年シーズン序盤は49を使用していた。63はドライブとセットアップの困難さが判明し、4輪、駆動システムは特に問題があった。テストドライブの後、ヒルは63を、デストラップと表現した。 後にオールトンパークで63の最高位を獲得するリントもヒルに同意した。このことはチャップマンを激怒させた。彼は63を前作の49がそうだったようにライバルよりも飛躍したマシンとみなしていた。63は1969年イギリスグランプリでテスト走行した。リントは古い49で4位に入り、マイルズは ホームグランプリで63を10位に導いたが、競争力がないことを確認した。無駄に終わった何度かのレースの後、63は放棄されたが、シャシーデザインの一部は1970年にデビューしたロータス72に組み込まれた。四輪駆動技術は1971年にロータス56バイトで再び回一に持ち込まれた。ロータス88のように四輪駆動車はロータスに、 とって、巨大な白い像であることが判明したが、それはより良いモデルが追随する道を開くこととなった。一すべてのポイントは、ロータス49による。ありがとうございます。